はい、どうも、白滝です。今回の動画は次回引くべきガチャ。もうすぐすればシリーズ2解禁されるんですけれども、無課金初心者が何に向けてエナジーを貯めるべきなのか、この動画で解説していこうかなと思います。8月30日になれば新シリーズ解禁。シリーズ2になればスピリッツ4700能力変更第2特殊能力に回が追加されます。こちら2024シリーズ1は、先行でね4700の選手登場しているんですけれども、シリーズ2になれば通常の選手もスピリッツ4700で登場してきます。30日にシリーズ2が解禁されて、この後特別なガチャが大量に更新されてくるんですけれども、無課金初心者はどういったガチャを引くべきなのか話していこうかなと思います。一つ目がワールドスターのガチャ。最速で8月30日に更新されてくる可能性があります。詳しいね解説はこちらの方で話しているので、見ていない方はこの動画見終わった後概要欄リンクから飛んでもらえればなと思います。で、無課金初心者このガチャを引くべきなのか、リア滞在であれば引くべきガチャになっています。ワールドスターでは大谷翔平選手、投手と打者、今年から追加される山本由伸選手、吉田正尚選手、阪神藤浪晋太郎選手など最強のリア対選手を獲得できるガチャになっている。しかも 50% で狙いの選手獲得することができるので、リア対勢今後ね全国大会でリボンを獲得したいという方はこのワールドスターのガチャで最強な選手狙っていってもらえればなと思います。1ヶ月に1回のペースでワールドスターのガチャ登場してくるんですけれども、例えば藤浪選手、吉田選手の組み合わせで登場、このラインナップだった場合、投手最強の藤浪選手、打者最強の吉田選手のどちらか獲得することができます。で、ガチャ内容左側にね画像貼ってあるんですけれども、購入1回目から6回目ワールドスターの確率 30% なので、神引き例としては3回目で藤浪選手、6回目で吉田選手、そういった神引きもできる可能性があります。過去ね自分ワールドスターのガチャ3回目で千賀選手、6回目で吉田選手と2名獲得することがねできたので、まあ、本当運が良ければワールドスターの選手2枚抜きすることができて、リア隊のオーダー大補強することができます。リア隊勢で本当にね全国大会上位を狙いたいという方は引くべきガチャになっています。2つ目、 OB シリーズ TS と違って能力が高い伝説レジェンド選手たちが登場してきます。このガチャを無課金初心者は引くべきなのか、これは本当ラインナップ次第では引く価値があるガチャにはなっています。無課金初心者で OB 選手が欲しいのであれば、第1弾あるいは第3弾年末をお勧めしています。OB 第1弾初段なので強い選手が多く登場する傾向にもなっています。去年であれば西武ギャレット選手、ツーシームスプリット、パワーカーブ、ヤクルトオンドルセク選手、阪神がアーチスト広角打法ファースト最強バース選手で、サード長嶋選手ね巨人、今年からねパワー比が強化されるので、もし再び長嶋選手が登場した場合は狙いの選手になってくるんじゃないのかなと。で、広島キヌガス選手、中日アーチストのショート枠宇野選手などが登場していました。OB 第3弾のラインナップ、去年はプロスピ20周年パワープロ30周年記念だったので最強な選手が多く登場していました。阪神藤村選手、特殊でサード A にすることができてアーチスト広角打法、広島外小場選手、西野、ね、ナックルカーブ、これの投げ分けが強い、横浜田村選手、センター最強の右打者、アーチスト広角打法で、巨人上原選手、確か西フォークで登場、ヤクルトバーネット選手、オリックスローズ選手、そしてロッテアーチスト広角打法、ミート86、パワー86の落合選手、ソフトバンクアーチストの門田選手で、西武こちらもアーチストの田淵選手と、年末、まあ、去年はさやね30周年パワープロ30周年プロスピ20周年記念だったので、かなりリア対的リーグ的強い選手が多く登場していました。
この他の段、第2弾や第4弾でも強い選手はね、登場してくるんですけれども、プロスペースの傾向上、初段と、第3弾、年末でね、登場した場合、強い選手が多いので、おすすめとしては第1弾と第3弾になっています。3つ目、特別セレクション。今年2024年、〇〇セレクション来るかわかりません。現状の候補としては、イチローセレクションの OB 版が再び登場。あとは、今年ね、アンバサダー就任した大谷翔平セレクション。で、再び、去年にね、引き続き、ダルビッシュセレクション。これらの候補があるんですけれども、今年ね、来るかはわかりません。で、去年のダルセレで、登場していた選手なんですけれども、ソフトバンクアーティストの野村選手。楽天は、ツーシーム A、タイピンチでツーシーム S になる福山選手。で、阪神がウィリアムス選手、巨人白黒の選手として沢村選手、広島前田選手、そしてダルビッシュセレクションのダルビッシュ選手が登場していました。で、このガチャを無課金初心者は引くべきなのか、やっぱりね、一番はダルセレと書かれているダルビッシュセレクションなので、ダルビッシュ選手が欲しいのであれば、このガチャを待っていてください。今年ね、来るかわかりません。来るかわからないんですけれども、ダルビッシュ選手が欲しいという方は、こちらのガチャを待っていてください。あとはリアタイ勢やね、リアタイ的に強い選手が多く、登場してくる。去年であればね、ウィリアム選手、今では全国大会かなり強い投手になっています。アーティストのね、野村選手などリアタイ的に強い選手が多く登場するので、リアタイ勢このガチャをね、待つのも個人的にありだと思います。4つ目、アニバーサリーセレクション。今までは無課金初心者おすすめのガチャになっていたんですけれども、今年に関してはちょっと微妙かな。土曜日にこういった動画投稿しました。有馬のね、登場候補をまとめたので、見ていない方はこちらの動画も見てもらえればなと思います。で、このアニバ総選挙という、まあ、ユーザーがね、投票した選手が10月11月特別なガチャで登場してくるんですけれども、セレクションで登場した選手は投票対象外なので、今年に関しては強い選手がほとんどいません。例えば柳田選手、村上選手、岡本選手、筒香選手、ゲーム的にはアーティストなので強い選手になっているんですけれども、投票でね、選ぶことができないと。いや、今年に関してはアニバよりも OB とかにエナジーを使った方がオーダー強化できるんじゃないのかなと思います。5つ目、センター契約書。このガチャは初心者無課金勢の方は絶対に引いていってください。名前の通り、お好きな選手を確実 100% 獲得できる。で、選べる選手がシリーズ1と、このガチャが更新されるまでに追加されたシリーズ2の選手選ぶことができます。必要なエナジー数は1250エナジー。50連引けばセンター契約書を獲得することができるので、他のね、ガチャ引いてもいいんですけれども、1250エナジーだけは必ずキープしていってください。センター契約書を引くべき理由。去年で言えば山本選手、シリーズ1フォークあったんですけれども、シリーズ2なぜかフォーク剥奪。この時山本由伸選手を確実にセンター契約書で獲得することができる。ミキサーでも一応ね、獲得はできるんですけれども、コストもね、かなりかかるので、それであればセンター契約書1250エナジーで確実に獲得した方が選手をね、補強することができる。こういったね、ピンチの時にも対応することができるので、選択契約書はかなりいい、内容にはなっています。2人目の例が藤井選手。シリーズ1フォースラと縦スライダーの軌道が同じだったんですけれども、シリーズ2からフォースラの軌道が変更。こういったね、修正の時にセンター契約書を獲得していれば、最強な藤井選手獲得することができるので、必ずね、無課金初心者に関してはやっぱりセンター契約書だけは引いていった方がいいと思います。3人目の例が排出停止。今後二度と獲得できない可能性がある選手をセンター契約書で獲得することができる。去年で言えばね、中日ロドリゲス選手、ちょっと言いにくいな、ムービングパワーカーブ、タイピンチと、まあ、かなりね、強い能力、こういったね、選手をセンター契約書で、ね、獲得できるので、まあ、やっぱり必ずセンター契約書に関しては引いていってください。そして最後6つ目、侍ジャパンのガチャ。今年プレミア12、2024年11月10日から24日試合が開催されます。 WBC の時は最速でね、ガチャが登場したんですけれども、ペナント終了後のオフシーズン11月12月に開催される時は、ガチャに関しては2月3月に更新されてきます。
理由としては11月12月周年のねイベント、あとは OB でスケジュールがねもうすでに埋まっているので、2月3月に侍ジャパンのガチャが更新、1月はベストナインタイトルホルダーという特別なねガチャがいつも更新されているので、2月3月に侍ジャパンのガチャが更新されてきます。このガチャに関しては無課金初心者引く必要はありません。3月に更新されてもすぐにグランドオープンで能力修正、あとはスピリッツアップして最新シリーズが登場してくるので、累計だけで十分、ガチャは引く必要はありません。この動画のまとめやっていきたいんですけれども、シリーズ2は強い選手が多く登場してきます。で、リア対勢引くべきガチャ多いんですけれども、野手を優先していってください。理由としては、0点で抑えても点を入れないと試合に勝つことができません。藤浪選手、山本選手、ダルビッシュ選手と強いね、投手を手に入れたとして、相手をね、0点で抑えたとしても、野手がね、弱くて点をね、入れていないと勝つことができないので、リア対勢に関しては野手を優先的に獲得していってください。で、初心者無課金であれば、センター契約書に関しては必ず引いていってください。センター契約書、獲得できるのは現役なので、突もしやすい。確実にオーダー、強化することができるので、センター契約書だけは必ず引いていってもらえればなと思います。いろいろね、話したんですけれども、何かね、わからないことがあれば、コメントで返信しているので、書いていってください。あとはね、皆さんの引きたいガチャなどを書いていってもらえればなと思います。最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。今後もね、プロスペースの動画投稿するので、チャンネル登録と、ぜひともね、通知と、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。